功4月3日から2017年2月17日は、日本の剣術家、柔道家。雅号は、縄山。正七位女医。長崎県出身。柔道を、高木清、剣道を、三角宇三郎に学ぶ。無双神殿重信流は、防府市博士神社にて、木村英樹に対し起請文を提出。神事白泉の儀を執り行い正式に入門。昭和49年、同氏より、無双神殿抜刀術病法を印下。昭和40年代、木村英樹は、自ら中山弘道から伝授した無双神伝流の奥のこと、すなわち、重信流を後世に正しく伝えるべく、各流の指導者を、防府市に呼び頻繁に講習会を開催した。その講習会では、木村から、久保は、ほとんどの号の解説でしたちを命ぜられた。理由は、参加者の中で、久保が最も若く飛力があり、木村が解説する重信流は相当の体力が必要であったからである。例えば、重信流の初発刀では、敵は1拳以上先にいて、縦膝からの有効な抜きつけを放つには、その体勢から約2メートルほどジャンプしなければならず、かなり臀部に負担がかかる。このような激しい動きを行いつつも息は荒らさず、重信流の納刀は、ほぼすべての刀身を一気に鞘に収めるので、最後まで集中力を最高値に保っておかなければならない。この講習会の同席であった、額田町、橋本正武、そして二天一流の宮川安孝とは特に交流が深く、木村隆半生居の折には、弔辞は久保が清書し、額田が述べ、墓前に献じられた。一方、久保は木村から、重信流とは別に、長州藩伝神道無念流を伝授。もともと、寺井智隆からは、大村藩伝神道無念流を伝授されていて、流派の体系を実際の号を通して理解していた。両流に対して日々研鑽に努めていたが、平成27年脳梗塞を発症。以降は座して、両流の研究や資料の整理、特に寺井九伝、木村九伝の書き残しに没頭。死去の当日まで執筆を行っていた。木村門海外では、無双神伝流の佐川博夫とも仲が良く、佐川は他者に対し愛着を込めて、自分の複製だ、と紹介していた。ありがとうございます。